どうも皆さんこんにちは、児玉遥香です。一人旅に行ってきたいと思います。もう見てる通り顔がテカテカ、めっちゃ暑い、天気いいし、夕日です。なんて綺麗な景色なんでしょう。すいません、ハイボールおかわりください。えごちそうさまでした。おやすみなさい。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。2日目です。今日はホテルの部屋で毎日メイク撮ったり、その編集したり、あと読書したり、インドアでゆっくり過ごしてました。でもちょっとね、お腹も空いてきたし、今日も夕日撮りたいなと思ってきたんですけど、ちょっとあいにくの天気ですね。見える？で、今日は住吉海岸に来ました。で、昨日も海岸の近くにお墓があったんだけど、見て、ここもお墓があります。住吉霊園、海の近くにお墓を作るんですかね、ここの地域の方は。こうやって海と夕日と地平線っていうこの絶景を眺めながら眠っているのかなーなんて想像していました。では住吉海岸からの景色をどうぞ。はい、こんな感じです。でもこの雲からこぼれる光も幻想的でいいですね。毎日違う景色の夕日を楽しんでます。それではやっぱりね、どんなに景色に癒されたとしてもお腹は空くぞって感じで夜ご飯行きたいと思います。行ってきます。嬉しいです。一人で来たんで寂しかったですよ。いただきます。これ何ですか？ヒルアギっていうやつだけど。ヒルアギ初めて聞いた。結構臭いかも。うん、美味しい。美味しそう。ありがとうございます。だから今日、だから糖質ゼロ、黒糖焼酎。もらっちゃった。乾杯。現場行ってる。なんかの絵みかも、ね、何さんと何さんですか？ケンちゃんとケンちゃん。ケンちゃんとケンちゃん。どっちもケンちゃんだった、まさかの。5年に1回来るんで。5年の周期で。ヌードスよりも長いし。だいぶ来ました。すごい、プリプリ、すごい、めっちゃプリプリ、やば、すごい、やば、やばやばやば、うーん、美味しいです、めっちゃ美味しい、すごい、味噌まで、うまっ、じゃじゃん、清水、かわいいパッケージ、お清水ドックでいただきます。おお、美味しい。で、こっちは、あー、すごい、キレがある感じ。どっち、こっち、あっち、こっちよりキレがある、こっちの方が優しい、うん、ありがとうございます。なんですかこれ、アワビ、味噌汁、ごちそうさまでした。2軒目行きます。やっぱりみんな飲めるとき飲んで、はい、一期一会ですね。はるかちゃん、はるかちゃん、はい、一緒に歌おうぜ。歌いましょう。お、いいぞ。書きました。ありがとうございます。島の人が締めで食べるヤギ汁を食べに来ました。どんなお味なんでしょう。臭みもなく、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。おはようございます。今日は3日目です。3日目は友達を呼んでるので、友達を空港に迎えに行きます。だけどね、ちょっと時間あるけん、何しよう、
買い物します。日焼けがやばそうなのでビタミン剤とかも買おうかなって思ってます。はい、行ってきます。はい、出発。沖選ぶは島一周するのも1時間半だったかな、そのぐらい回れるぐらいこじんまりとした島です。でホテルからの道もね結構覚えましたよ。だいたいこっち行っとけば、あれどっちだったっけ、あ全然覚えてないよどこだったか、まっすぐでいいかな、いやまっすぐじゃなさそうだ、あなんか違そうさっき覚えたって言ったのに全然違う、やばい。選ぶキッチンテル、やっぱり健康のために野菜は大事ですね。ごちそうさまでした。展望台に来ました。すごい雰囲気があって綺麗。猫ちゃんいる。どうしたの、お水欲しいの、どうした。私が今回泊まるのはウミガメの見える宿新館です。お部屋に入るとこんな感じ、広々としていて綺麗です。ベランダに行ってみましょう。見てくださいこの絶景。ベランダからの景色最高、めっちゃ綺麗。おすすめですねここの宿、超いいと思います。バーベキューもできるらしいので明日申し込みました、楽しみですやば、ほんと綺麗。2階に登ってみましょう。ここはちょっと秘密基地感のある畳ですね。いたずるずるずる、かわいい、息継ぎしてる。最後食堂行きます。島の人が一番おすすめらしいです。伊勢海老いっぱい。畳の個室がずらっとあってこんな感じのお部屋です。私たちはランチの A コースを注文しました。いただきます。おおいしい、うん、カップのやつ買っちゃうけどさ、うん、なんか自分で洗って食べるやつあるやん、なんかあるね、そういうのの味当たり前だけどここでカップ出てきても困る。通りエビの作りと揚げ出し豆腐、めっちゃ動く、わーすごい、すごいね、プリプリ、うん、だしめっちゃ美味しい、ね、ここは今日満席で、うん、予約してないと入れなかったです。私たちは今日の朝10時半ぐらいに予約して、いや分かんないよね、予約しないと入れないなんて、分かんない、普通に行けると思っちゃうもん、ね、でかいでかいでかいって待って、じゃじゃじゃーん、おっきい、すごいね、伊勢海老ってこんな大きいんだ、マヨネーズ合う、すごい、立ってて、うん、しみる。ごちそうさまでした。
南州神社に来ました。こじんまりとした神社でこんな感じです。西郷隆盛さんもいます。愛犬はツンって名前らしいです。でこっちはこんな感じ。しっかり挨拶とお参りして帰ります。最後編集が雑になってごめんなさい。沖永良部島が楽しくて素材取り忘れました。 Vlog 後編いかがでしたか？ぜひ高評価、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。最後におまけがあるよ、しっかり見てね。ありがとうございます。ラブさんにお花もらっちゃった。お花とお菓子。